自分が失敗あるじゃん。オッパブに行って俺は学んだよ、傷つけたから。早い方がいいよ。俺が他のおっぱいを揉みほぐしたことによって、くるみが傷ついて本当にキモい。二度と、本当にネタでも嫌なんだけど、二度と行かないこと誓ったから。本当に嫌だ、失敗したから。言わないでよそういうこと、ね、本当に嫌だ。だったら軽症で済む。1年後だったらもっと痛くなる。本当にひどくない？じゃあ私が他のチンコ触ってたら嫌じゃないの？それを自分の口で言ってたら嫌じゃないの？どういう気持ちでいいんだよお前。確か、だからゼロワンが今言ったでしょ、おっぱいをなんとかって。分かるよ。じゃあクルがさ、本当に、ね、本当に嫌なんだよ。クルがワドのブルート吹いてたらどうなんだよ。どういう気持ちでお前聞くんだよその話。いや、よく笑える。これで笑えるのがもう人間性がおかしいと思うもん。さやっぱさ、それがこいつ、それが配信だからね。そう、そういうこと。こう気が狂ってるからそういう人間なんだよ。だからね、すごい、よく面白いよね。別れるしかないよって言ってんの。早い方がいいよ、結論出すなら。ごめんね、本当に。本当最低だよお前。いや、失敗から学ぶことがあるって言いたかった。最低。失敗から学ぶことがあるって言いたかった。何にもないから、クルが学ぶ必要ないから。最低。オッパブ行って浮気したからそれで学んだから。もう変わんないよ。変わんない、人間は変わんない。本質は何も変わんない。リスナーが今だってふざけてる、うん、人間は変わんない。リスナーが笑ったら俺のせい。俺がよく知ってる。あの、来る早い方がいい。受け狙ってないもん。傷口は浅い方がいいよ、本当に。悪いことはやらない、お前まだ若いんだし。うん、いくらでもやり直せる。でもこのままこいつといったら地獄に行くよ。多分今もう自分で分かってるよね、うすうす。地獄に行くって早い方がいいよ。いや、俺、ふざけたかな。いや、ふざけたわっていうか、もう元からふざけてんだよ。まあ、元からまあ、そうです。いや、もう一緒に地獄に行きますけど、どうにかして持ち直したいから、うん、私は配信をやめます。いや、やめないでほしい。やめます。やめないで、一緒にやってきて、やめるときは一緒にやめないと。だからお前はやめないんだ。いや、二人配信やめるときは二人でやめるときだね。そう思う。やめないんだろ、ゼロワンは。配信やめるときは。でも来るはやめたいんだろ。でも俺のわがままだけど、やめてほしくない。だから無理だって、もうその時点で。配信やめるときは二人でやめるとき。地獄はこんなぬるくねえからな、来る。もっと地獄だからな。これまだ地獄の入り口だからな。ね、地獄に入ってから抜け出すなんて不可能だからな。何そこうなずいてんの。今のうちだよ。まあ、オッパブは言ったけど、浮気はしない。うん。その浮気っていうか、あの、地獄を見たことある俺が言うけど、地獄なの。本当にひどい男いっぱいいるから。いや、お前が一番浮気。じゃあ、オッパブって、それひどいけど、もうそんなのほら出たマシっていうレベルの地獄いっぱいいるからね。ほんとそれが嫌だよ私。いや、俺は本当に傷つけてるから、もし二度と行かない。じゃあ私が行ってもいいの？いや、そうだね、そうだね、そういうことだよね。嫌でしょ絶対。まあ嫌です。でも行っていいんだよ、来る。最低だよ。反省してないじゃん、そういう発言が。ゼロワン反省してるよ。反省してない？してないじゃん。反省してたらオッパブの話題なんか出さねえから。普通に。いや、今日行こうって、そのそこに変わるような女性が行くとこってあるの？あるよ、いっぱい。ホストとか。いや、まあやり返したかったら。あ、アンズちゃんのホスト行ってくれんじゃん、来る。まあそれでね、気が収まるんだったら、うん、だからホストだから、別にやましいことない。オッパブ以上に健全だから、うん、ホストなんか。ちょっと来る、外の世界見てこい。うん、ゼロワンが出るんじゃなくて来るが出た。解決なんでか、こいつは。いや、私そんなことしてる暇ない。来ましたね、じゃん。いや、予定を入れたいんですよ、うん、ああ、そういうこと、うん、入れちゃうよ、もうガッチリ。てか、来る一回実家帰れ。来るが。こいつ戻ってくるから、結局。じゃ来るが一回ちょっと追いないですし、難しいでしょ。え？追いないですし、難しいし、来るは距離を置きたいっていうのは、一日中いるのがあれだから、毎日夜帰ってくるみたいな環境がいいでしょ、サラリーマンみたいな。な、お前がいるんだから、お前が面倒見ていいだろ。ナクルにちょっと外の世界見てこいって。ね、例えば地元で友達と飲むとか、
何でもいいよ。うん、一回ちょっとお前リフレッシュしても、お前もう病んでるよこいつといて。だから私はあの車の免許取るのも今楽しいし、あ、行ってるんだ今、うん、介護しても絶対楽しいと思うし、配信楽しいよな、楽しい、絶対楽しい。なんかそういうので私は用事作って外出て気分転換、うん、そういうことで。介護は大変だよ、うん、やったことないくせに言うなよ。やったことねえやつが言うなよ、うん、やりがいしかねえよあの仕事、そんな大変でもねえし。いや大変でしょ、全然楽しいよ。どんな仕事も大変だけど、お前といるより配信よりも大変だよ。お前といるより楽しい、甘くないよ。お前といるより楽しい、配信は楽だと言いたいの？いや楽じゃないけど、しんどいけど、嫌なことあっても、まあ、すぐそのね、無責任に辞めれないしね。いや、お前といることより楽だよ、うん、距離を置きたい、距離を置きたいって、だから俺が普通になりたい、普通にね。1週間で出てくとかダメなんでしょ。ゼロは来るが言うと距離を置きたいってのは一回解消したいってこと。なんでお前そういう捉え方、一生解消したいっていうのは一度別れたいってこと？そうなの？そういうことよ。そういう方向に仕向けてるだけだ。いや別れたいっていうか一回距離を置きたい。うん、だから今もうガッチリ俺が出てくから。違う、だから戻ってくるんじゃんお前。だからまあ戻ってきてって言われたら戻ってくるよ。いや言わないよ。いや分かんないよ、会いたくなるかもしれない。今は一回今ね距離を置きたい。もう分かんなくなってんだよお前に対する気持ち。今憎しみなんだか愛情なんだか何なんだか分かんないから、一回距離を置いて冷静になって、うん、まあ1ヶ月2ヶ月か分かんない。だから俺が出ていけば距離を置けるじゃん。だからあなたが帰ってくるじゃんどうせ。だからちゃんと帰ってきてって言われたら帰ってくるよ。まあ大体そうね、掃除で距離を置きたいっていうのは別れたいっていうのと同じ意味なんだけどね。うん、距離を置きたいっていうかね、あの普通に、普通の家庭だったら、だから一回配信から抜け出して普通の、まあ、リスナーさんのような生活を過ごしたいってことでしょ。違うの？そうなんか時間の配分をそうしたいっていうこと。でそれそういうことだよ。もう24時間ずっと一緒にいるからおかしくなるんだよ、当然なんだよ。おかしくなる？俺は幸せだけどね。いや、お前は幸せでも、うん、お前に巻き込まれる人間は不幸のどん底だよ。幸せなら何で愚痴が出る？幸せなら愚痴だと思わないよ。幸せなら愚痴出るって、俺がね、敏感になりすぎてるよ、まあ、だからそうでしょ？寝てる時に、それは俺の声一緒にいすぎるからだよ。いや、寝てる時に起きてもいいけど、そこまで敏感に。多分、クルが眠り浅いのはお前に対して生理的嫌悪を覚えてたと。いや、もともと神経質だからね、クルちゃん。付き合いたての当初から。そうだった、クル。でもやっぱ配信ついてると寝れないし、精神的にお前を拒絶し始めてて今。うん、精神的に本当そう仕向けていきたいな。一緒に寝るなら寝れるじゃん、うちらってね。うんうんうん。でもお互いがどっちか一緒に寝てる時って幸せ？配信してない時それは幸せだよ。うん、じゃあ一緒に寝るようにしよう。でも幸せって思うと辛いじゃん。そうだな、そうだな、配信が全て壊してるもんな。俺の配信ってそんな気をつくものかな、最近の配信。それは来るにしか分かんないから。じゃあまず家出をするのやめて、まずここでね、まず仲直りという形で踏ん切りをつければ別にそんなに負は感じないと思うよ、俺の配信。配信があったら踏ん切りはつかないと思う、来る中で。当たり前だけど。え、だからちゃんと配信は配信でね、そんな旅に出るとかじゃなくて毎日家に帰ってきて一緒に寝てほしい。はい、わかりました、そうします。だから言ったじゃん、さっき。じゃあ何時に寝る？もう決めてこ。8時5時で仕事だと思う。何時に寝る？今はやっぱ俺も私は昼夜逆転を直してほしい。うん、じゃあ俺も今日寝ないから。う、ね、うん、自分の配信もあるから合わせるから。ゼロは8時5時。いや、どうなの、何時に帰ってきてほしい。で、俺が毎朝は起きれるか分かんないけど、もう出てくから。で、夜帰ってくるよ。だから8時5時。これでいい？
うん、サラリーマン編やるから。そう、サラリーマン、まあ、職人編。何時？8時5時。何時に帰ってきたら？8時5時って残業もするだろ、たまには。まあまあ、そう、いいよいいよ、まあ7時ぐらいな。で、来る弁当作ってやる、毎朝。ああ、はい、大変で、あ、入ってきた、大変だよ。じゃあ行ってくるねって。大変だよ。大変だよ、お前も。夫婦みたいな。そう、仮想の職場みたいな。公平も大変だよ。なんか笑ってるけど、こういうなんか、夫婦ごっこしたいんだね。要するに、おままごとのやつさ。みんな、あなたたち24時こういうのしたいんだって。うん、じゃあ俺今日仕事行ってくるねって言って、朝。あ、そういう感じがいいんだ。分かった。そういう感じが多分ね、ワクワクすると思う、来るわ。そうなんだ。わかんないからね、言われないと。そう。だから、ゼロワン。いや、俺、毎朝スーツ着て出てくか？じゃあ、じゃあ、じゃあ、作業ワークマンで。いや、絶対ワークマンで作業着にする？ワークマンで川西工業って、ネーム入れてもらって。ああ、いいじゃん。そう。で、毎朝出てくか。毎朝出てきて。弁当は大変だよ。じゃあ、毎朝俺、8時に出てくから。そう、朝の、まあ、7時半ぐらい出て。うん。で、まあ、8時ぐらいから、まあ、一応、まあ、知らないよ、配信やって。弁当の中で叩かれるから、弁当は断っとくね。今日の愛妻弁当はこんなんだよとか言いながら配信で見せて、うん、作らなかったら叩かれるよ。できないならできないって言った方がいいよ。いや、できないならできないって言った方がいいよ、絶対。いや、俺はやるよ。いや、そうよ、そういうことよ。じゃあ、サメちゃん、これやってなかった方が、やってる方につくよね、サメちゃん。そうよ、タグなんだから、お前。だって、サメちゃんさ、もう8割ぐらいクルちゃんひいきでさ、そうよ、やっぱクルが弱いから、そう、来る日記で喋ってて、ね、俺とサメちゃんが揃ったらさ、フルボッコにすることなんかたやすいことじゃん。簡単ちょろいよ、女なんか簡単よ。うん、だからそこで手のひら返してね、じゃあ、くるちゃんやらなかったら。そう、そこは厳しくいくよ、じゃあ。ゼロワンはやるっつってんだから、くるは応援しなきゃダメ。サメちゃんが、うん、だいぶ味方してるんだよ。そう、サメ島っていうのは、論争、サメちゃんって論争とかディベートだって、どっち側でもいいわけだよね。どっちでも楽しめるのがサメちゃんじゃん。こんな話どうでもいい。うん、どうでもいいじゃん。どうでもいい。うん。でも、俺側についてくるいじめってのは物足りないから、そう。くるを擁護しながら話してるわけだから、どっちでもいいんだよ。ゼロワンはその仕事をやるっつってんだから、くるが弁当作るって言って、お前らチームなんだから。だから、そう。もしやらなかったら、全力でヘイト向けられる。出たよ。結局ヘイトの向け合いなんで。そうじゃんな。マウントの取り合いなんで。だってずっと二人に俺ヘイト向けられても、俺は普通に、そうよ、そうよ。普通にね、受け止めて配信してるわけだから、正直、サメちゃんと何時間も話すのって、話すことはねえよ。サメちゃんと話すのって、普通に配信者からしたら苦痛でしかないからね、ずっと責め立てられて。でも俺受け止めてるからね、ずっと。じゃあ同じこと、もし守れなかったら同じことされるよって、それを受け止めなきゃいけないよって話になってくる。でもね、クルができなかったらお前が悪い。ゼロワンはお前に譲歩して、うん、じゃあ家出るよって言って、お前がそれを応援できなかったらお前は間違ってる。で、俺が約4時間ねこれやってるから、できなかったら俺鮫島で電話するから、ずっと説教されるんだよ、うん、家行くよ、うん、俺もう家来ちゃう、もう大炎上しちゃうよ。川西雇ってる、泣くよ。でも私も配信しないですよ。泣かされるよ。俺が配信つけて鮫島に携帯渡してガツガツやられるよ。当たり前じゃん。なんで約束守らなかったんだ。そうだよ、だって川西を雇ってやるって俺が言ってんだよ、森工業が。なっ、そこでお前が本当に鮫島来るからね、こいつは。それは冗談通じないからね。チャカで弾いちゃうよ。普通に来るよ。なんなら誠治連れてきちゃうよ。ああ、そうよ。もうね、取り返しつかないことになっちゃうからね。親怖いぞ、男配信者って。じゃあ、攻めたいときは配信移りますよ、私はね。